陸大官、新朝の屯族放棄の指導者。奇襲省霊平府はじめ道再出身。霊平から、厚生省にかけての一体の地域を六道という。1855年春、車道祭の領域官と共に、朝廷に行し、官軍に違反し、蔵を開き民を救い、太平天国軍を迎え入れるというスローガンの下、六道地区の民衆を率いて放棄した。 六道地区の新軍を追い払い、根拠地を築き、王を称して、狩猟たちを元帥や将軍に任命した。その影響で、六道に隣接する四つ足牛でも放棄があり、冬には、両軍が連合して、中高建造を攻撃した。翌年には、中潮所、平陽屯、木切り、九州を、道団を占領し、さらに、湖南省、 安志州の平茶所に進出した。その後も、近平県から英寿県にかけて、新軍と転戦した。1858年からは、時京都軍や大西国軍と連合し、6年の間、戦いを続けた。しかし1864年に、太平天国が滅亡すると、新軍は紀州省に軍を投入し、放棄軍は主政に回った。 1875年冬、高生省、洋穴倉の豚族軍が、霊兵府まで進出すると、陸大艦率いる六道、四つ足牛の放棄軍は、これと連合し、下江町城、英栄受験城を陥落させ、広大な地域を支配下に置いた。しかし、翌年1月に奇襲省、高生省、湖南省の新軍の攻撃を受け、六道地区での3ヶ月にわたる。 死闘の末、陸大官は撤退したが追撃を受け、厚生省、大苗山で負傷したところを捕らえられ切られた。こうして21年にわたる戦いは終結した。44歳であった。ありがとうございます。